どの飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。いや、年々秋が短くなってきているような気がしますが、でもやっぱり秋ならではの楽しみもありますよね。ということで本日のテーマは江戸の秋のレジャーということで、今日は皆さんと一緒に浮世絵で江戸時代の秋を満喫したいと思います。私の後ろでもちょうど秋のレジャーの真っ最中のようですよ。はい、ここはお江戸近くの山の中、色づいたもみじとイチョウの大木があって、足元には美味しそうなキノコが。江戸の秋の2大レジャーといえばもみじ狩りとキノコ狩りです。左のお姉さんは山登りで汗をかいたんでしょうね。肩肌を脱いでちょいと一服っていうところ。真ん中のお姉さんはこのために仕立てたんでしょうか、もみじ柄の振袖ファッションをバッチリ決めて、手には笹かな、それに串刺しをしたキノコが。一番右側は親子連れでしょうかね、頭にほこりよけの手ぬぐいをかけたお姉さんと大きなキノコをゲットした坊やが、皆さん秋を満喫しています。まずはもみじ狩りからじっくり見ていきましょう。日本にいると秋の紅葉って当たり前のように感じますが、紅葉が見られるのはそもそも地球の北半球の温帯地域、まあ日本を含む東アジア諸国と、あと北米大陸の東部とかね、ヨーロッパの一部だけというふうに言われていて、全世界的な現象ではないわけですね。そんな中で日本には紅葉する落葉紅葉樹が26種類あって、赤とか橙色、黄色、様々な色のグラデーションの紅葉が楽しめるわけです。これって世界的に見るととっても珍しいことだそうですね。もみじ狩りというのも日本独特の文化です。秋の山野に出かけていって鹿やイノシシを狩るわけではなく、紅葉した木々を探してめでるもみじ狩りは奈良平安時代の貴族の間で始まったと言われています。生活に余裕があるからこそできる優雅な貴族の遊びとして、紅葉を見ながら宴を開いてお酒や食事を楽しみながら和歌を読んだりして遊びました。これが庶民の間に広まって秋のレジャーとして定着したのが天下太平の江戸時代です。京都などではね、比較的早くから庶民のもみじ狩りの習慣が広まりまして、江戸でも八代将軍徳川吉宗が享保の改革の一環として庶民のための観光地を作るんですが、王子の飛鳥山というところに桜と楓を植樹、春のお花見と秋のもみじ狩りの名所にしました。飛鳥山ってね、江戸の中心地からはちょっと離れていまして、こんな風に小高い山と渓谷があって起伏に富んだ地形をしていて、まあ、プチトリップ感が味わえる場所なんですよね。都会の喧騒に疲れた人たちが大自然の中でお茶を飲んだりお団子食べたり俳句を読んだりしながら紅葉を楽しむ、いやー、これはいいリフレッシュになりますよね。また多くの浮世絵に取り上げられているのがね、品川の開安寺のもみじ狩りです。開安寺は鎌倉時代創建で徳川将軍家の庇護を受けた由緒あるお寺で、広大な境内に立派なお堂が立ち並んで楓などの樹木も美しく整備されていました。江戸時代に書かれた江戸のガイドブック江戸名所図絵にも江戸一番の紅葉の名所として紹介されています。現代語訳でお伝えしましょう。開安寺は江戸の紅葉の名所で、その驚くべき風景には一見の価値がある。晩秋の頃は庭中が豪華な絹織の着物を敷き詰めたような様子になって、楓の間から海越しの山々が見え、青い海が夕日に映えて紅を洗うようである。書院や僧房などの建物もその色に輝き、訪れる人は皆酒に酔ったような心持ちになるのである。
そうなんです。海安寺は海沿いの高台にあるんで景色がとってもよくってね、皆さんお弁当を持ってピクニックがてらやってきて夢のような紅葉の風景を楽しんだそうですよ。同じ江戸名所図会の中で品川の海安寺と並んで紅葉の名所として紹介されているのがね、浅草の松濤寺です。この寺の後ろにある庭は楓の木が多い。これは昔京都の高尾山の楓の苗を持ってきて植えたものだという。晩秋の頃は詩人など風流をめでる客がここに集まり、その艶やかな紅色を鑑賞するとのことです。まあね、お池があって立派なお庭ですからかなり見応えがありそうですよね。あずま屋ではお茶や軽食を売ってるんでしょうか。一休みしてる人の姿もあります。あの小林一茶も松濤寺を訪れた時に夕もみじ芋田楽の冷たさよという句を残しています。夕暮れ時のもみじ、まあ格段に綺麗ですが、やっぱり肌寒くなる時間帯なので、まあ紅葉もみじに見とれていると軽食で買った芋田楽がひんやりとするなんて、なんか情景が目に浮かびますね。実は品川の海安寺、浅草の松濤寺のもみじ狩りが江戸随一の集客力を誇ったのには楓、もみじの美しさ、紅葉の美しさ以外にも理由がありました。何だと思いますか？正解はナイトスポットが近かったこと。品川の海安寺の近くには品川宿があって、こんな風に立派なお座敷で美しい女性たちが接客をしてくれる飯盛り旅籠がありました。そして浅草の松濤寺のすぐ近くには遊郭吉原があったんです。海安寺、真っ赤な嘘の月どころ、もみじ狩り、例年行けども未だ見ずなんていう川柳も残っていますから、まあ、なのでね、もみじ狩りって夜遊びをしたい男性たちのいい口実になっていたようなんです。キノコ狩りに関しては江戸時代の初め頃から盛んでした。江戸近郊の里山にはキノコがたくさん生えるので秋になるとみんなで取りに行って食事の足しにしていたんですね。こちらのグループでキノコ狩りにやってきた女性、かぶってきた傘をカゴ代わりにしています。たくさん取れたみたいですね。ちなみにどんな種類のキノコが一番取れたと思いますか？これね、江戸のグルメっていう動画でもご紹介したので常連の視聴者の方は覚えてらっしゃるかな。正解は松茸です。里山に適度に人が入って栄養が乏しくなった環境が松茸が育つのにちょうどいい環境を作ったみたいで、庶民も気軽に松茸を食べました。当時の料理本本朝食感には松茸に夏から採れる、まあ、初茸とか、香りが強い甲茸に椎茸、平茸、えのき茸、小籠といったね、たくさんのキノコが紹介されているんです。希少価値の高いキノコもありました。それが岩茸。日の当たる断崖絶壁にしか生えず1年で1ミリしか大きくならない上に採るのに大変な危険を伴いましたが、漢方薬として使われるとかね、健康効果が高いので需要があったんです。こちらの浮世絵は紀州熊野での岩茸狩りの様子なんですが、大分県にも喫作落としという岩茸狩りにまつわる民話が伝わっています。ある山に岩茸を取って暮らしている喫作という若者がいました。一人暮らしの喫作は心優しくたくましい立派な若者でした。ある晴れた日、喫作は初めて入った傾き山のある場所で岩茸を取ることにしました。岩茸はそそり立つ断崖絶壁に生えているので綱一本につかまりながら取るという大変な仕事ですが、この時は岩茸がたくさん取れました。そして崖の途中にちょうど人が座れるくらいの岩棚があるのに気がつきました。喫作は岩棚に降りてしばらく休憩し、さあ帰ろうと
来る時にぶら下がっていた綱に手を伸ばします。しかしなぜか手が届きません。掘削の体重を支えて伸びきっていた綱は掘削が手を離した瞬間に縮んで上の方に上がってしまっていたのでした。掘削は絶壁の途中に一人で取り残されてしまったのです。助けを呼ぶために何度も何度も必死で叫びましたが、その声は岸壁にこだまして、まるで化け物の叫び声のようになり、傾き山には化け物が出るぞ、と誰も立ち寄らなくなってしまいました。助けが来ないまま何日か経ち、掘削は飢えと寒さでほとんど意識を失いました。そしておぼろげな意識の中で、今なら鳥のように飛べるかもしれないと錯覚し、崖の岩棚から飛び出し、紅葉で赤く美しく染まった谷間に消えてゆきました。後にこのことを知った村人たちは、この岩場を掘削落としと名付け、山に登る人々の戒めにしたといいます。いや、めちゃくちゃ怖いお話ですよね。いや、掘削さんはこの浮世絵に書かれているようなカゴもなく、綱一本でぶら下がって岩だけを取るお仕事をしていて、まあ、たくさん取れた、ちょっと休憩しようっていう一瞬の気の緩みで悲劇的な最後を遂げることになってしまいました。秋の山には楽しみもいっぱいですが、十分に気をつけようという教訓ですね。いかがでしたでしょうか。お江戸いいねと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。